よ知らなくっちゃないのと同じだよいつ来るかわかんないいつかなら今から迎えに行こうそして僕にと思い出す思い出す先に前を向け失敗するって怖くないよ怖いのは何も残せないことだ何に触れたなぜ笑った勝者たる者の姿は何度見ても飽きません。